おはようございます。先週は3つの壁がありました。1つは、まあ、実際的にいじめのいろんなものを乗り越えられましたけど、もう1つは確かに自分の体力の限界とチャレンジしながら目標に達成しなければ、その目標を引いては金メダル取得もできるっていう、その葛藤っていうんですか、それをちょっとお話ししていただけますか。はい、まあ、スキーの出会いから始めた話、お話しした方が多分いいと思うんですが、はいはい、私はもともと体を動かすことはとても好きで、水泳を小さい時からやっていたんですね。で、好きな授業はって聞かれると体育って答えるぐらいですね。周りの人みんな目丸くして、そういうね、活発な子供だったんですけれども、高校生の時にたまたまチェアスキーっていうその道具ですね、座って滑ることができる道具を偶然見かけて、でそこから私のスキー人生が始まったんですね。何も自分の車椅子の修理に出した時の待ってる間にパッとそれを見られたんですけどね。そうです、運命ですね。そうですね、まあ、非常に当時スキーをこうやってみたいなっていう、チャレンジしてみたいっていう気持ちはあったので、これだったら私が滑ることができるのかもしれないと思って、非常にその当時スキー流行っていたんです、日本では。そうなんですか、はい、そんなこともあって初めてチェアスキーと出会って1年後ですねに、スキー場で滑った時がもう本当にこう気持ちが良くてですね、すごくいいお天気の中で一面白銀の世界ですよね、銀世界で、もう風も穏やかですし、その中でちょっと、まあ、滑るって言ってもバランス取るのが非常に難しいんですね。スキーの板一本の上に座っているその椅子、まあ、チェアスキーというものが道具がついているので、すぐ右に左にパタパタ倒れちゃうんです。バランスが、ね、バランスが取りづらいものなんですが、初めてやったので滑るよりは転んでる時間の方が長くて、雪の中に転がってる時間の方が長かったと思いますが、それが楽しかったです。でちょっと滑れるようになると風をこう切って、こう何とも言えない自由な感じといいますかね、開放感があるなという、これだって感じ。そうですね、これは面白いなと思って、そこから金メダル、パラリンピックという世界があることを実はその時には知らなくて、まあ、趣味の、まあ、楽しみとしてスキーもスポーツの一つでできたらいいなっていうような思いだったんですが、大学に入ってからスキー、まあ、パラリンピックに挑戦している方々と出会うようになって、一緒にやってみないなんていうお誘いをいただいたりしてですね、それで、まあ、最初は少しでもたくさんスキー場に行けるんだそっちの方が大事ね、そうです、そっちの方が大切で、はい、いいなと思っていたんですね。でそんなきっかけで始めた競技の世界だったんですが、奥が深いです。そうですか、はい、なかなかこう、そうですね、技術的にもこれは簡単にできるだろうって思ったことがなかなかできなかったりとか、こう心の持っていき方一つでそれがこうすぐうまくつながる時もあれば、なかなかこう結果に現れないこともあったりして、その競技の面白さ、奥深さにどんどんハマっていって、そうですね、初めて出たのは1994年のリレーハンメルですね、ノルウェーの大会だったんですが、はいはい、若干20歳そこそこで、まだ本当に競技歴も浅くてですね、はい、でも、そうですね、もうでとりあえずもう先輩たちと一緒に出るだけが精一杯、はい、うんうん、で実はその時に98年の長野パラリンピックの開催が決まっていたので、うん、若手の選手の育成のような目的で特別に私はこう入れてチームの中に入れていただいた、そんな、はい、非常に幸運でした。まあ、その時にアメリカの選手と、はい、当時そのもうトップ選手だった方ともいろいろなお話もすることができて、こう本当に私たちがやっていることはこう社会を変える力を持っている、もっとこう自信を持ってそして全力で向き合うとどんどん世界が開けるよというような話もしてもらったりしてですね、非常にこうインスパイアされまして、
やってみたいなっていう気持ちがそうですね湧きました。それで長野オリンピックで、ね、いよいよ来ましたよって感じで、そうですね、日本では当時1998年の長野を迎えた時には、うん、なかなかパラリンピックっていう言葉そのものも知られていなくて、障害がある人がスキーをすることとか障害がある人がまあスポーツをすることというのもあまり一般的には知られていなかったんですね。脚光はあんまり浴びられませんよね。そうですね、スキー場に行くとそれ何って言われて、ソリはやめて遠慮してくださいって、スキー場なんでうちはソリは滑れませんっていうふうに断られることもよくありましたし、まあ、パラリンピックを迎えるときに私たちは少しでもきっと観客ガラガラの観客スタンドがこうさだろうけど寂しいよね、少しでもお客さん見に来てくれるといいねなんていう話を、まあ、していたんですけれども、蓋を開けてみたらもうとんでもなくて、観客の方満員御礼でもう入れない、チケットが手に入らないっていう、まあ、そのぐらいですね皆さん盛り上がって、関心があったんですよね。そうですね、たくさんの方が応援してくださって、現場にも見に来てくださいましたし、まあ、テレビでも放送されるようになって、はい、もちろん そこで初めて日本人女性として金メダルを取られた小日向さんとかも全部注目がそうですね、それはちょっと自分でも驚くような、あの一夜にして急に有名人になってしまってですね、たくさんのなんかこうプレゼントをいただいたりとか、あの選手村に泊まってるんですが、選手村から部屋を一歩出るとですね、なんかたくさんのファンの方が待ってるんです。サインサインサイン。そうなんです。食堂に行くまでの間にこうサイン前面にあったりとかしても、サインなんてしたことがないので、どうしていいか分からない。そうですね。まあ、とてもとてもいい経験をさせてもらいました。でもやっぱり金メダル取るっていうのは今で口で言うのがまあこう言えるけれども、実際自分がその日が来るまでチャレンジの連続ですよね、うん、そうですね、本当にその通りだと思います。特にこのトリノのパラリンピックのこれは8年間長野でパラリンピックで金メダルを取って、次の2002年ソルトレイクシティでのパラリンピックの時は金メダルが手に入らなかったんですね。で非常に、うん、難しいあの状況にあって、まあ、チームもなかなかうまくいかずにこうやっていた中で8年越しに取ったメダルだった、うん、でこれ実はこの前に銀メダル銀メダル金メダルで3種目目にしてトリノのパラリンピックはようやく手にした金メダルなんですね。そうなんですか。いや、あの一度金メダル取ったらやっぱり次から次へ金メダルでないとダメっていうのがありますか？もちろんあのアスリートとして目指していくところはやはり一番高いところにあると思うんですが、そうですね、金メダルじゃないからダメっていうことではなくて、こう悔いを残したくないっていう思いですね。こう後悔をするような滑りはしたくないんですね。じゃあベストは尽くしましたけれども、ね、残念ながら銀だった、はい、まあ、しょうがないっていうのもあるわけですね。そうですね、はい、やっぱり自分の小さなミスでイージーなミスでこうやっと、ね、まあ、勝てなかった種目っていうのは悔しさが残りますし、攻めた結果、まあ、転倒してしまってメダルなしで終わってもそれはあまり悔いが残らないといいますか。そうですか。そうですね、はい、まあ、素晴らしいお話、コマーシャルの後またお願いします。小日向さんね、2020年東京オリンピック、もう日本中みんながこう興奮しておりますけれども、一つこうあの気がつきましたのは、2020年オリンピックパラリンピックって必ずパラリンピックという言葉をつけて一緒に言いますよね、ニュースの場合ですね。これは確かについこの前までだったオリンピックしか言わないんですよね。どうして最近っていうか2020年に向かってパラリンピックを意識して入れるようになったんですか？これはですね、あの招致活動、2020年の招致活動の時にオリンピアンとパラリンピアンが一緒にアスリートが
招致に向けてですね、さまざまな活動をしてきたということの、まあ、一つの成果だと思うんですね。オリンピックの選手だけがこうやる、まあ、とかく多かったこう招致活動もパラリンピックの選手も一緒にやっていこうということで、実は2016年に東京での大会の招致活動をした時からの、まあ、ある種のレガシーだと思ってるんです。で、2020年の招致の最終のプレゼンテーションはパラリンピックのアスリート佐藤真美さんという私たちの仲間が非常に感動的なスピーチをして、まあ、それが2020年の招致を成功させた一つのきっかけにもなった、大きな力になったというふうに言われていて、まあ、皆さんがこうパラリンピックに関心を持ってくれる、また重要なこういくつかのステージのうちの一つだったと思うんですね。で、まあ、そういうことをこう背景として2020年でに東京で行う大会、オリンピックはおそらく放っておいても盛り上がる、でもパラリンピックは何か意図的にこうそこに向けて準備していかないと、今の状態、社会の状態ではオリンピックは満員なんだけどもパラリンピックは競技会場ガラガラということになりかねないという危機感は関係者も皆さん共有していて、まあ、そこの問題を解決するために一つオリンピックパラリンピックとセットで言いましょう、言ってくださいというような動きにはなっています。日本の国民は割とそのパラリンピックなんか難なくこう受け入れられるんですけれども、世界の他の国々はいかがですか？そうですね、国によってやはりその受け止め方というのはこうお国柄とか、まあ、文化的な背景っていうものは非常によく出やすいと思いますね。日本っていう国、そうですね、日本はパラリンピックっていう言葉は非常によく知られています、ね、馴染みがありますよね。そうですね、それは多分長野パラリンピックが開かれていて、結構新聞記事でもパラリンピックを取り上げることが多いので、そこは、言葉としてはよく知られている。だけれどもパラリンピックのじゃあ選手、どんな選手が金メダルを取った選手いますかって2ヶ月後ぐらいに聞いてももう忘れていたりとか、あるいは、パラリンピックに出場するパラリンピックの競技どんな競技がありますかっていう、まあ、アンケートを取った方がいるんですけど、すごく正答率が低いので、言葉は知られているけれども内容はまだあまり知られていないというのが、まあ、今の日本の状況だと思います。外国の場合はいかがですか？外国の場合は特に例えばアメリカの場合はパラリンピックという言葉そのものはあまり日本より知られていないんですね。そうですよね、はい、聞きます。むしろオリンピックという言葉の中にパラリンピックという言葉がこう内包されているという、うん、まあ、それがこうあまり、なんでしょうね、悪い意味ではなく、むしろいい意味でオリンピックとパラリンピック一緒だよね、トップアスリートの大会でしょっていう、分ける必要がない、健常者と障害者を分ける必要がないというか、そういう意味でこうオリンピックという言葉の中に内包されているんだと思います。で、例えば選手の名前とかでも、よく聞くアメリカの選手だとエミー・パーディーさん、多分皆さん知っているんですよね、エミー・パーディー。なので、そういうパッと名前が浮かぶアスリートがパラリンピックのアスリートもいるっていうことはやはり素晴らしいなというふうに思いますし、まあ、日本もそういう社会になりつつあるし、この5年間の間にこうそういうことが極めて当たり前に、こうオリンピックの選手、例えば子どもに憧れのスポーツ選手誰ですかって聞いた時に、オリンピックの選手とパラリンピックの選手が両方がさっと名前が出てくるような社会がいいなというふうには思っています。そういう意味でやっぱり国もさることながら社会も力を合わせて、どうやってこのパラリンピック、そしてパラリンピックに出る選手たちの講演支援活動考えなければいけないんですよね。おっしゃる通りですね、それはオリンピックの中の内包されてもいいんですけれども、はい、でも得てして人間の目ってどうしてもそっちへオリンピックに行っちゃうんですよね、はい、そうですね、私も最近よく悩む言葉があって、障害者スポーツって日本では言うんですね。そうね、
そういえば、そういえば言いますよね、はい、でもなんかこうただ私たちはスポーツをしているだけなのに、そこに何かスポーツとは別のカテゴリーとしての障害者スポーツっていう言い方をするのはこう別のもののような気がするので、あまりこう良くないなと思いながらも、一方でスポーツという言葉の中に内包されてしまう、まあ、してしまうとその視点が欠けるんですね。なのでそういうふうに見てほしくないわけです ね、 ですね。なので当たり前にそのスポーツというのは、まあ、様々な人がするスポーツ、スポーツ、スポーツなので、それはもう種目があるように、そしてスポーツにも様々なこう向き合い方、競技にとして向き合う人もいれば、グラスルーツで楽しみたい人もいるわけですよね。そういうのと同じように高齢の方もスポーツをするし、障害がある体に障害がある人もスポーツをする、そんな当たり前な多様性というものがスポーツは非常に分かりやすい本来は持っているものなので、その多様性をいかにこの2020年の中までの間にこう言うことができる、その多様性をこうことあるたびに言っていくことっていうのが、まあ我々の仕事であって、それがまあ2020年が終わった後にどれだけ残るかなんですね。確かに、はい、いや続きますね上田さん。あの、ね、とっても素晴らしいお話を2週間お伺いしましたけれども、申し訳ないけどもう1週ですね、上田さん将来の夢ぜひあの語っていただきたいかと思いますけども、もう1週間お願いしてよろしいですか、はい、今日はどうもありがとうございました。